はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は信長の野望乱世記続きをプレイしていきたいと思っています。で、前回はですね、伊勢、こちらに侵攻した信長軍なんですが、残念ながら北畠討伐まではならなかったというところで、今回はね、伊勢志摩に残る北畠の攻略を行っていきたいというふうに思っています。で、早速商人が今町に来ているようなので、商人から鉄砲を買っておきましょう。とにかくね、鉄砲不足に悩まされるっていうのは僕の信長の野望プレイの常ではあるんで、今のうちに鉄砲屋さんが来てるときに鉄砲を買いましょう。買える額はもちろん少額かつ数も少ないんですが、まあとりあえず値切ってみよう。うわっ、激怒して帰ったパターンか。これ商人としてどうなんですかね。でも激怒して帰るって、まあ、しょうがないよね。そしたらですね、合戦から編成で軍勢の見直しをかけていきましょう。まず信長を鉄砲隊にしておくと、もう数が足りないので、槍に変えます。で、その他は大丈夫かな。どうしてもね、鉄砲の残りの数、あるいは馬の残りの数が足りなくなってくると、編成してる兵が、例えば1000編成できる部隊でも持ってる鉄砲の数しか編成できなくなってしまうので、そこはしょうがないところですね。じゃあ事業を加増して秀吉、増田長盛に兵を増強させてあげましょう。兵力はこの知行に比例して上がっていくので、強い武将には当然知行をいっぱい上げた方が多くの兵を率いてくれるっていう利点が出てきますんで、積極的にここは分け与えていきましょう。で、亀山城に今誰がいるかというと、大した人材がいないんで、どうしようかな。常置を呼び寄せておきましょうか。とりあえず。かつ奉行としては見直しをしておきましょう。まず美濃なんですが、美濃は豊洋誰かやってる、毛利秀頼。実はね、人材不足になってきているので、豊洋は積極的にやりたいところなんで、青山を豊洋に転用しましょう。で、代わりに商人を誰かに任せなきゃいけないので、商人フラグ立ってるやついないな。青木だな。どうしても能力的には一線級の有名武将に比べると劣ってしまうのはしょうがないところですね。じゃあまずは重点課題の豊洋ですね。これは信長にお任せで、あとはここにいる軍勢は合戦を主にやってもらわなきゃいけないので、訓練を半兵衛お願いしましょう。で、あとはちょっと戻っちゃいましたけど、尾張ですね。尾張の方は開墾と商業だけか今やってるの。ここに豊洋を入れよう。武将不足が早くも危ない感じになってきてるんで、ここは豊洋も行います。開発系はいいかな。そしたらまた戻っちゃいましたけど、この伊勢志摩でも行っていきましょう。開発は開墾を庭長秀にで、利家に改修、あとは軍事もう一人ぐらい訓練入れて一気に上げる。これでいこう。で、さらに勢力の交渉ですね。これも重要なポイントになるんでしっかりやっておきます。まず伊勢志摩の国衆ですね。前回味方してくれなかったからな。結構ね、貢いだのに味方をしてくれなかったんで、ここは親密になるまで様子を見ましょう。
そしたら伊勢志摩の桑名はもう親密になってるんで、京都に使者を送るためにはもうちょっと時間がかかりますね。では次、寺社です。願生氏、前回味方はしてくれましたけど、まあ、さらにね、確実に次回の北畠戦も味方をしてもらえるように親密にしておきましょう、関係を。で、伊賀流の3代ですね。ここにも一徹送っておきます。一徹はね、知行400持ってる大身ですからね、この織田家の中では外様の割には。さあ、こんなところでいいですかね。で、信長自身はできればね、戻したいんで、早めに。そうすると、この伊勢志摩を侵攻した後は、信長は一旦岐阜に戻しましょう。それまでの間、なんとかね、持ちこたえてもらうと。さあ、浪人、これ能力は全然ですけど、登用しておきましょう。姉小路家の家臣ですね。三木国綱、なってますか？ 16 歳の顔には見えないよな、こいつ。さあ、鳥羽、島水軍の武将。能力的にはちょっと微妙だけどね。さあ、では、また外交からやっていきます。交渉ですね。国衆はさらに秀吉を送って懐柔しておきましょう。親密になったタイミングで戦闘を仕掛けるのがいいと思うので、そのタイミングまで待ちましょう。お、親密になりましたね。じゃあ寺社だな、次は寺社。寺社は友好のままだけど、これ数正送ればなんとかなるんじゃないかな。兵糧600。結構だよ、これ。兵糧600って。親密になってくれればいいんだけど、何も起きないか。すいません。じゃあ続いて忍者は、いや、伊賀流もなかなか硬いな。なかなか態度が軟化しない。では合戦編成で訓練の進み具合を確認しておきましょう。訓練度はほぼほぼマックスになってるね。よし、それでは満を持して攻撃に移りましょうか。出陣します。目的はもちろん冒頭お話した北畠。出陣する武将は信長、秀吉。ここは訓練度の高い武将と統率度の高い武将を優先的に配備していきましょう。信虎強いよな。勝家、数正、半兵衛、一徹。あとは兵士数の多いのが利家、長秀あたりか。さらに訓練度を見ておくと、常興なんかも高いけど、ここは利家、長秀に2段の堀尾吉晴を派遣しよう。これでいこう。一応共同大名軍は要請だけはしておこう。まあ、来るかどうかは分からないですけどね。まあ、来ない可能性が高いとは思うんですけど、やっぱり断るよね。まあ、そんな気はしたけど。そしたら商人が来ているので、前回ね、交渉で失敗しましたけど、定勝に
今回こそ鉄砲を買い付けてもらおう。さあ、鉄砲を買ったので、これで地道に鉄砲の量を増やしておきましょう。何者かが尾張で暗躍していますって出てきてる時の画面に出ているのが六角家だったんで、絶対六角家ですよね。まあ、六角も当然滅ぼさなきゃいけない相手なので、この先攻め込んでいきましょう。よし、まず伊勢の国衆はこちらに味方だね。で、岩礁寺もこちらに味方だ。であれば自ら指揮を取って一気に北畑を滅ぼしましょう。まず二打隊は吉原の二打隊は移動させておこう。壊滅するんでね、すぐ。これ複数選択ってない、クリックにシフトとかでどうにかならない、ならないね。なんか戦闘が起きてる音がするぞ。さあ、ではまずは五将に攻撃を仕掛けよう。で、吉原だけは待機。もう五将の方では戦闘が始まってるな。総兵が結構勇猛果敢だからな。信長の状況だけは常に注意を払っておきましょう。信長がやられると他がいかに優勢でも終わってしまうので。さあ、戦いは優勢には進めてますね。まだ士気は下がってないから大丈夫かな。さあ、信虎勝松の士気が少し下がってきてるので気合を一発入れましょう。信虎が追い込まれてるね。信虎をちょっと一旦下げますか。お、五将落とした？早くも。思ったより早く落ちたな。さあ、一発気合を入れておいて、いや鉄砲隊強いな。やっぱりあの総兵が鉄砲をかなり今打ちかけてますけど。で、2打はどこにいる？2打はあ、こんなところにいるのか。
そしたら一旦全部書を選択しちゃってここに入れちゃいましょう。休憩だね、休憩。もう5章が狙われる心配もないでしょうから一旦休憩します。こっちはね、ノブトラを失いましたからね。さあ、ジンに部隊を収容して休憩しましょう。さあ、では出陣させていきます。再び士気は回復してるし、残された北畑の拠点は一つになってるのでこれを一気に叩きましょう。もうすでに総兵軍が攻撃を仕掛けてくれているので落ちるのは時間の問題かなとは思うんですが、お、水軍もこちらに味方するのは日和にしてたの、まあ、当然といえば当然だな。ここまで来ればよし、白落としましたね。これで北畑は滅びましたというところで伊勢志摩は完全に制圧しましたね。続いてはじゃあ伊賀だな。伊賀まで攻め落としたら一旦信長は岐阜に戻りましょう。ここで裏くさいが一門衆として入りましたね。さらに都市への嫡男都市長、これも生まれたっていうのでね、元服するまでもうしばらく時間がかかると思うんですが、越中の豪族松倉の城主シーナ、能力的には微妙だけどね、豊丸がついてるのはいいね。で、今度は塩屋、これは飛騨の怒号、能力的には微妙だな。この顔で24歳、これもすごいな。ん、しかも塩屋にも断られるっていう天罰か。んー、みっともないけどね。ではまた合戦の準備から入っていきましょう。合戦準備といえば兵の増強なので林秀貞、戦闘向きの武将じゃないけど地業は稼働してあげよう。順調に勢力伸ばしてられるので、この辺りは惜しみなく大盤振る舞いをしていこう。でだ、武行で訓練ですね、訓練度合いをちょっと早めていきたいので訓練する武将を増やしましょう。訓練丸ついてるのはもういないのか、いない、残念。じゃあ、現状の信虎半兵衛にこのまま任せましょう。もう数ターンはかかると思うのでその間に伊賀の黒人衆に怪獣をかけていきます。伊賀はどうやら黒人衆と忍者衆だけですね、いるのは。なのでこれらに徹底的な怪獣工作を行っていきます。まあ順調に信長は
勢力を広げているので、何者かがって言ってここでね止まっちゃダメですよね。止まったらもうその瞬間誰かがわかるからな。しかも亀山城に松平家が、いやー家康油断ならないな。そしたらちょっと信長は一旦兵を岐阜に戻しましょうか。伊賀だけであればその信長自ら出陣しなくても、まあ、型がつけられるんじゃないかなっていう気がするので。お、軍資金1000をもらいましたね。朝廷からの軍資金。北畑の家臣小浜で合ってるかな読み方。投与しましょう。戦闘力まあまあですよね。65は。おっと拒否されたか。ではまず人事異動をしておきます。ここでいう人事異動は役職とかではなく転勤の意味の方が強いかな。信長を移動させて、あとはいつもの怪獣策。親密になったね。あとは忍者だな。忍者も今有効だけどこれできれば親密にしておきたいですよね。ここはじゃあ数マス同じ忍者同士しっかり有効度を高めてもらいましょう。よし親密になったね。これで戦闘を開始する条件は整ったので、あとは編成から訓練度合いを確認しておきましょう。訓練もほぼほぼ終わってるね。このままいくとただ伊勢志摩の軍団長は、軍団長というか伊勢志摩から出陣する場合の大将は秀吉になるんじゃないの。勝家とかね激怒しそうな気もしますけど、まあここは度合いスピードが重要なのでこのまま森田家、伊賀森田家へ出陣していきます。出陣はまあ上から順でいいかな。ここは勝家一益二田の堀尾義治、それに弓の常ちゃんを入れてこれで出陣していこう。順調に勢力を伸ばしているので。信長はというとちなみにどこまで行ってるかというと、信長は合戦合戦編成ここにいるよね。第一軍団大丈夫。じゃあこれで進めていきます。尾張で引き抜きかけてきてるの家康を許せないな。家康討伐も近いかもしれない。
さあ攻撃側には伊賀衆がついたね。総大将はここは勝家だろう。やっぱり秀吉というわけにはいかないからな。合戦は委任しちゃいましょう。初めての委任なんですけど。お、撃破したね。おお、娘を生け捕りにしたか。その命金で買おうではないかと思ったけど無理か。エンちゃんをね手に入れようと思ったんだけど金の力で。まあ伊賀もあっさり平定しましたね。そしたら一旦ここで内政の方にシフトしましょうか。軍団も2つに分けたりとかしたいのでそのあたりを一旦入れておきます。斉藤利光、これはね登用しましょう。まあその山崎の戦いあるいは本能寺の変を画策した中心人物の一人とも言われている利光ですからね。お、ようやく塩屋が仕官する気になってくれたか。ではまず人材の移動を図っておきます。優秀な人材は一旦岐阜に集めましょう。次は六角攻めになるので秀吉、信虎、半兵衛、一正、一徹、長秀、利家、この辺は全部移動で逆に、塩や津川、吉成をじゃあ任せる？いっそのこと伊勢志摩を。では奉行を一旦任命していっちゃいましょうね。伊賀、伊賀はそうだな、まずは何はともあれ開墾からお願いしましょう。あ、これでもう奉行は全部任命済み。そうか、軍団をやっぱり分けた方がいいね。軍団を分けよう。じゃあ伊勢志摩方面の軍団長を誰にするかっていう人事から考えた方がいいね。伊賀と伊勢志摩を誰に任せるか。この伊賀と伊勢志摩、そうなるとここに誰か軍勢というか武将を配置していかなきゃいけないんだよな。誰がいいかって話だね。軍団長を任せられる人材か。まともなやつがいないとしか言いようがないな。とりあえず一旦ターンを送っちゃいましょう。かといって秀吉あたりを手放すのは早いしね。常置なんかも能力値はこの時点だとまだちょっと低いんだよな。水軍名何気に舐めたまでしてくれるな。じゃあまずはさっきの続き、人事異動ですね。伊賀に誰を入れていくかだな。能力的に上位な人間がいいものの、庭長秀を軍団長にする。庭長秀だったら安心できるね。で軍団1個新設しよう。
で丹羽長秀を軍団長にして、これで軍団の方は丹羽長秀に攻略目標として近江六角の攻略を命じましょう。開発防衛、なるほど、攻略、なるほど、この3つからしか選べないんだね。方針は1つ、それぞれに対して細かく、何かできるというわけではなくて、攻略なら攻略しかできないんだね。で、第2軍団の方は誰がいるの、人材は。ここには丹羽長秀がいて川尻がいると。伊勢志摩は長松と国綱しかいないのか。ちょっと人材不足だな。尾張は、尾張とかに誰がいるかちょっと見ましょう。まあ岐阜はね、ご覧の通りかなりの人材が揃っているので、まあいいとして、だ尾張だ、尾張、尾張もでもまあそれなりにいるか。と清水もいるしね。じゃあ奉行任命していきましょう。やっぱね、豊洋なんですよ、豊洋。豊洋はただもういないかな。担当7、残り0。どうしようもないね。開発の方は、そしたら、開墾できる人誰かいる？誰もいない。じゃあ、軍事枠は、訓練。訓練。で、勝家には警戒。数正も警戒、秀吉も警戒と。計略はもう枠使い切ってるな。あと開発だね。やっぱ開発はどうだ。改修に鉄、利家に改修、商業に津姉ちゃん、一鉄に開墾、利家に開墾かな。もう改修はこれ以上見込めないということであれば、さあこんなところでいいでしょう。じゃあいよいよ次の攻略目標になる近江、ここの黒人衆の怪獣に入っていきます。資金が全くないわ。ちょっと金が入ってこないとどうにもならないな。はい、というわけで今回は伊勢志摩、続いて伊賀まで攻略を進めました。いかがでしたでしょうか。次回はですね、この続き、まあ家康の動向が気に入らないといえば気に入らないんですが、一旦捨ておいて先に近江へ進行していきたいなというふうに思っていますので、ぜひぜひ皆さん続きを楽しみにしていただければなというふうに思います。で、今ターンを送った後の他家の戦闘が行われているので、この戦闘シーンまでは見ていきたいと思いますので、次回もぜひぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。と思ったらイベントが始まっちゃいました。このイベントまで見ていきましょう。
また水軍が、しょうがないな、水軍対策打っていかなきゃダメかな。越中の豪族ですね。じゃあ彼も配下に加えて一徹の長男も入れましょう。お、浅野長政が入ってきたね。まあ、能力的には政治がやや高いかなぐらいですか、これを見ていくと。まあ、断られましたけど。はい、というわけで、じゃあ本当にここで一旦終わりにしていきたいと思いますので、ぜひぜひ次回も応援のほどよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。